この動画は東方二次創作作品です。見てると頭がおかしくなってくるシーンばかりです。ホラー要素はありません。可愛いキャラたちがキャッキャウフフしてます。インスタントカップルナリア10以外は、ゆっくりしていってね。幻想郷のとある外れの地域で、田んぼを耕している人がいた。彼女は、とても一生懸命だった。見るからにバカだけどな、こいつ。その田んぼの近くには、何本もの木があった。そんなある日、特に田んぼに近い木を眺めていると、そこにウサギが走ってきて木にぶつかり、首筋を折って死んだ。それを見たば、ゲホゲホ、女は心の中でこう思っただろう。ここで待っていれば、何もせずにまたウサギを手に入れることができる、と。そんな愚かなことを考えるほどの頭もなさそうだけどな。しかし、何度日が昇り、日が沈もうとも、彼女の前に再びウサギが現れることはなかった。結局その話は、幻想郷中に広まって、人間や妖怪たちの笑い者になったそうよ。そういう私も、こんな顔して笑ってたけどね。